自動旋盤加工に特化した NTK 新製品工具の紹介です。NTK フロントマックスは最大5ミリまでの高切り込みでの加工が可能です。通常加工では切削負荷が高すぎて加工不可能、もしくは数パスに分けての加工が必要でした。フロントマックスは独自の刃先形状による鋭い切れ味により加工時の切削負荷を大幅に低減しました。それにより高切り込み加工時でも安定した加工を実現しました。また高切り込みにより大量に排出される切りくずをコントロールし、低切り込みから高切り込み領域まで安定した加工を実現します。ホルダには内部給油式もラインナップ、さらなる安定加工と良好な加工面を実現します。NTK スモールミルは切れ味を徹底的に追求した超高ソリッドエンドミルです。切削加工音を大幅に低減し、安定した加工と美しい加工面を実現します。また工具全長は40ミリ、45ミリ、50ミリと自動旋盤での使用を想定し、使いやすさに配慮しました。バリ、加工面でお困りの方、ぜひ NTK スモールミルによる加工の違いをご体験ください。 NTK スレッドワーリングは1畳、2畳などの多畳ネジをワンパスで加工可能な高能率ネジ切り工具です。医療用などの長いネジを加工する場合、従来加工では複数回の切り込みを繰り返す必要がありました。またガイドブッシュ把握帳内での加工を考慮する必要があります。 NTK スレッドワーリングはこのような長いネジでもワンパスで高精度高能率なネジ切り加工を実現します。 NTK チップ交換式エンドミルは成形ワークの D カットランピング加工に最適なエンドミル工具です。波形20杯タイプは ER16 コレットにて使用可能。ガイドブッシュにより近い位置で加工可能なため、剛性の弱い成形ワーク加工に最適です。NTK アトビキ加工用チップ BM ブレーカは最大切り込み 5.5 ミリでのアトビキ加工を実現します。縦置き型インサートとスクリュークランプ構造の組み合わせで高い剛性安定加工が可能。3次元ブレーカと刃先先端のワイパー刃効果により抜群の切りくず処理と良好な加工面を実現します。NTK 溝入れ工具 GX ブレーカは溝底面の切りくず残り、ワークへの切りくず絡み解消に最適な工具です。独自のブレーカ形状により切りくずを小さくカールしコントロールすることで溝加工時の問題を解決します。最大切り込み2ミリでの横引き加工にも対応し、高能率加工を実現します。NTK Y 軸ホルダは
後部交換制御軸である Y 軸を活用する新発想のホルダです。切りくずを自然に落下させることで切りくず処理のトラブルを解消します。前引き、後引き、溝入れ、多機能加工用ホルダをラインナップしています。 NTK 新開発 PVD 超高コート材質 ST4 は SAS304 などのステンレス加工に特化した材質です。最高レベルの高アルミ含有被膜により高度、耐酸化性ともに大幅に向上しました。刃先温度上昇による摩耗進行を抑制し、長寿命加工に貢献します。NTK スプラッシュシリーズは、内部給油システムを採用したホルダシリーズです。刃先先端へダイレクトにクーラントを供給することで、効率的に刃先を冷却、チップ摩耗を抑制します。また、スムーズな切りくず排出により、切りくずトラブルを防止します。新たにクーラントホースが不要な OH2 タイプをラインナップしました。刃物台から工具へ直接給油することで、ホースへの切りくず絡みを防止、刃物台スペース効率化に貢献します。NTK スッキリ工具 CX ブレーカは3次元ブレーカの採用によりスムーズなスッキリ加工を実現します。切りくずを両端から強力に折りたたみ小さくカールすることでワーク・工具への切りくず絡みを抑制します。また切りくずによる加工面荒れを抑制し良好なスッキリ面を実現します。NTK DS ACH タイプホルダは電池1本で簡単に芯高さを調整可能なホルダです。芯高さ調整時にかかる時間を短縮し作業者の負担を軽減します。またホルダ形状を見直すことで耐ビビリ性能を大幅に向上させています。NTK シェーパーデューは自動旋盤背面主軸を活用した新発想の六角、四角、ヘクサロビル穴加工用工具です。従来のブローチ、エンドミル加工で必要な専用設備は不要です。一つのチップで様々な加工穴形に対応し汎用性に優れます。また工具への切削負荷が小さいため小径部品加工に最適な工具となります。